ヒカキン TV Everyday。 まるおとまーすお大丈夫だったか、マスオ怖くなかったか。全然もう安心しきってる顔してるじゃん。うっぺんハロー YouTube、 どうもヒカキンとマルオとマスオでーす。はい、今日はですね、とっておきの企画でございます。とっておきの企画、マルオくん今日とっておきだよ。というのもですね、私ずっと1年間寝かしてたものがあるんです。寝かしてた。はい、もう漬物みたいにね、寝かして寝かして。あーあー、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃいませ。それが何かというと、こちらドラゴンボールベジータスクラッチ500枚。すごい、これやばいっしょ、この分厚さ。そう、これね、スクラッチの宝くじで、これほら、あのドラゴンボールのベジータのやつなんですけど、これね、やばいんですよ。やばい、ちょっとね、寝かしすぎて、これなんとね、支払い期限が平成30年11月27日時間ないから。あのね、これね、1年ぐらい前に買ったやつをずっと置いといてしまって忘れてて気づい、あ、そう、あっと思って見たら、あの、あと1週間以内で、これ、紙切れになっちゃうんだよね。普通さ、こういうの買ったらその場でみんなスクラッチしたいよ。去年忙しくてね、買ってそのまま忘れてたんですよ。そう、去年なんか、ね、クリスマスの動画撮りに行った時に確かにこれ見た気がするけど。で、たまーに多分夏とかに見ても、あ、冬だからまあ、もうちょっとしたらやろうって言ってたら、危なかったんだよね。だから、やばいよ。そう、今日これ500枚全部削って、うん、1等が50万円。やばい、当たるかもしんない、うん、あ、ちなみにこれ500枚って10万円分なんだよね、これ。おー、ってことはある程度いい当たりが出ないと赤字です。でもチャンスあるから。チャンスあります。うん、ベジータですから。ベジータだから。はい、じゃあガンガン削りながら、多分ね、これ普通に削るの1時間以上かかるんで、1枚1分だとしても1枚ね、20秒で計算して2人で削ると1時間半ぐらい。ちょっとね、20秒でか。なんか世間話でもしながら、マスオさんの削って最後ね、いくら帰ってきたのか、やりたいと思います。頑張ります。すごいやつ。ブーン、ブーン。来た。あら。あら。あらら。あらららら。あら。かわいいな。よーん。ほら、削っていくよ、モフコちゃん。やばい。やっぱこういう良さだよな、猫飼うの。買いたくなっちゃうよ、そりゃ、一人 YouTuber は。そうなんだよね。さあ、削っていきますかね。削っていきましょう。さあ、削っていこう。削っていくけど、削っていくけど。食べか、ベジータよ。当たるぞ。ほら、いいでしょ、この M 時間もベジータちょっと、ちょっとハゲてきてますから。なんで家にあんの、ベジータ。これね、去年これも買っといたんですよ。1年間これと共に眠ってたんで。さあ、行くよ行くよ。まずこれ全部出しちゃおうか、袋から。うん、ね、でもこれすごいなんか贅沢な作業だね。まあそうだね、うん、大体半分ぐらいでしょ。すごい。よし、今全部あの10枚パックを出してバラになりました。やばい、やばすぎるって。この厚みこれはやばいわ。これだけあれ当たんだろう。やばいよ、当たるよ。ねえ、これはじゃあ250万ぐらい当たると予想して、うん、じゃあ125万で分けよう。じゃあ、よし、当ててこう。分けてくれんの嬉しいんだけど。じゃあやっていくか。やっていきましょう。まあ1枚目で当てて楽しよう。じゃあ、あり得るから ね。うん、で、これは、そう、これはちょっとまずせっかくだからね、うん、この当たり外れどう分かるのかっていうとこなんですけど、はい、まずね、あの、左にこう、9マスの、あの、ストラックアウトみたいなのあるでしょ？これを削ると、ドラゴンボール Z の、アルファベットの Z が出てくるんですよ。お、お、ん？あれ？ Z じゃなくね？違うのもあるんだね。今初めてめくるんで僕らも、うわ、全然出ないな。そう、これの Z がいっぱい出るほど当たりなんだよね。おー。そう。で、これが全部 Z が出ると50万円。いや、見てみたい。で、5個以上で、うん、200円だね。あ、ってことは、これは残念ながらの外れだね。はい。はい、そう、これが、9マスあるうちの Z が何個出るかで当たりが決まります。ここに書いてあるね。
全部 Z だと50万円。見てみたい。ね。8つ以上で5万円って、1個以外全部 Z で5万円？それ奇跡でしょ。きつー。で、7つ以上で3等3000円。あ、それ見れそうだね、3000円だったら。というわけで、全部 Z が出るように祈りながら削っていきます。やりましょう。では、よーい、スタート。オッケー、いきなり当てちゃうぜ。はい、50万円なくなったぜ。でもこれ分かりやすいよね、なんかさ、縦横斜めとかじゃないから、うん、すごいよ、もう4つだよ、4つ。あー、4つだ、でも。あー、外れるわ、やっぱダメだ。やっぱ当たんないわ。絶対これ外れ4つなんでしょ。そういうことか。ちょっと惜しい感じは出すんだ ねちょっとワクワクさせる。それもさ、こういうくじってさ、あの、10枚パック買うと1つは絶対200円当たるよね、多分。じゃあまた4つだ。当たんないもんだな、やっぱり。これ全部 Z 出たら本当にさ、嬉しいよね。神だよ、神。なんかさ、よくさ、ほら、斜めで揃ったとかじゃなくて、全部 Z だっていう、そのもう気持ちいい。気持ちがいいよ。え、これ当たったらどうする？当たったらどうしよう。何かに使おう、動画で使おう、全部動画で使うわ。お、さすが。あ、お、すごい、まさかの3枚目にして、うん、これ5個あるから200円。おお、イエーイ。ほら、 Z が5個で200円。イエーイ。これね、1週間忘れてたら200円がパンになるところだったから。そうですよ、これお菓子買えるからね。うん、あぶね。じゃあ当たったのはちょっとこの辺に置いてくね。 OK、 はい、よし。ほら、早いな。俺も当てたいな。でもよくしっかり見なくてもいいのが嬉しい。あー、全然当たんねえ。全然当たんないわ。全然当たんねえんだけど、おい。本当に当たんないわ。うわ、当たんねえ。え、やったー、初めて200円当たりました。初めて。よし、もうちょい1個上が当たんないかな。わ、あれ。あれ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 。消しカス食べちゃダメよ。かわいいな。カシャ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 言ってるから寄ってきちゃった。そっかそっか、何かいるんじゃないのかなと。ね。うわっ、ちょっと待って。すごい。7つということで3000円当たった。ちょっと待って、ちょっと待って、すげえ。ドラゴンボールは7つ集めると願いが叶うの。願い叶うよ、ほら。うわ、なんか見た目がえぐい。一瞬なんかこれドキッとすんね。じゃーん、やっぱ今俺やっちゃったかなって思ったもん。一瞬もう一個多かったら5万円なんだもんね。半端ないね。うわーってかドキッとすんね。ドキッとした。セットだらけ、やっぱ。すげえ。おー、これもしかしたらあるんじゃないですか。あるよ。夢がある、この企画。ねえ、ブーンブーン。いやー、外れた。ちなみにベジータこれ風邪ひいてて鼻水が垂れてくるんだよ。風邪ひきベジータなんですよ、今日。風邪ひきベジータ。そうなんだよ、無敵じゃないや。風邪気をつけないと思う。冬だからね。あー、200円か。200円でもビビるね。うん、課金さ、これ、うん、今当たったら50万じゃん。うん、今で欲しいものって何？欲しいもの？ここまでさ、なると何が欲しいんだろう、はい、パッと浮かんでくるものがあるね。何？愛です。いや、今笑ったら消しカスが、消しカスじゃねえ、浮き飛んでるね。え、これ500円かな。あ、200円だ。200円。また500円とか言って。あ、違う。え、500円だ。6個ある。おお、2つのパターンかな、これは。でも、はい、これ、6個で500円。うわあ。そうだ、ヒカキンさ、さっき、うん、愛がって言ってたけどさ、うん、結婚は？あーね、よく言うよね、うん、結婚はどうなの？全くないね、今のところ。今のところ、うん、予定なし。ないし、家庭の時間ゼロでいいですか的な人じゃないと無理だから、多分。本気で YouTuber やる、うちは。だって家でずっと仕事してんの。そう、だから、本当にね、そう、どっかショッピング行こうとか無理だから。無理だからとか言って。だから、いや、もう常に YouTube のなんか頑張ってサポートしてくれるような、サポートするよみたいな人じゃないと無理だから。いや、でもそういう人はいないよね。いないっていうか、まあそれもかわいそうかなともちょっと思っちゃうから。ああ、そっかそっか。なんで、まあまあまあ、成人産地に行ってよくご飯食べてるみたいなこと聞く。まあそうだね、ポンちゃんは本当にいい奥さんでね、やっぱそういうの見てるといいなって思っちゃったりするんじゃない？とは思うね。うん、ただまあまあまあ、まだ若いですから。そうですね。自称。いや、自称。
だってね、まだまだですから。まあでも割といい、男は30からだからね。そうです、大人の余裕というものが出てきますから。やっぱね、こう色気が出てきてこそ男ですよ。そうですよ、うん、M字になってからが色気ですよ。それは別にベジータだからでしょ。ベジータだからでしょ。そうです。男性ホルモン強めです。当たんなくなってきた。お、マソさんどうなんですか。モテないんですか。いや、ないね。いや、俺も同じで、うん、全くこう、普通のさ、時間的にそっちになんか回すっていうか、そういう余裕がないよね。なんか動画撮ろうかなって思っちゃうもん。夜9時ぐらいになったら、あ、じゃあゲーム撮影しようってなって。そうなんだよ。で、土日はイベント入ってるとかね。うん、そう、イベント地方行きます。だから予定ありません。うわっ、え。うわ、これは怖い。これ今のところ下全部 Z。 これは夢がある。夢がある。次の段は、おえ、え、これ来てるじゃん。これ来てるぞ。これ来てるよ。これさ、1個まあ出ちゃってんだけど、宇宙船みたいの、うん、あと3個出たら5万円。5万円。え、ちょっとはっ。これひどいっしょ。全部外れ。まあこういう感じなんだね。あ、これ200円か。でもドッキリするね。ドッキリするね、うん、これは早いわ。よっしゃ、今半分ぐらいやったんですけど、大丈夫かこれ。全然当たらない。200円ばっかりだもん。あともうほら、こんくらいなんだけど、200円ばっかりで、結局最初に当てたね、マスオさんの3000円が1個、うん、で、500円が 4つ、200円はまあぼちぼち出てるけど、200円だからな。これじゃ元取れないよ。やばいよ。でも今思ったんだけど、うん、例えばじゃあもっとすごいさ、金額の宝くじってあるわけじゃん。ああ、あるね。じゃあもしそれでさ、 YouTuber が企画でさ、うん、取ってたら、本当に1億円当たったらさ、企画にしなそうだよね。動画にできないかもしれないね、リアルに。うち、ん、今いく使おうってなりそうじゃん。うん、ね。てか、なんか誰かに襲われちゃうとかね。そう、なんかね、あの、一回なんかで僕調べたことあるんだけど、うん、人生崩壊する人いるらしいからね。あー、なんかよく聞くよね。そう、やっぱりさ、少しずつさ、お金を得てった人とか、うん、社長さんとかと違って、いきなりさ、貯金残高じゃ、5万円から、3億円だったら、いやもうね、人間はどう使っていいか分かんないよ。そう、絶対、いや俺なら大丈夫と思うはずが、うん、どうしても誰かに言いたくなっちゃって、行った瞬間に崩壊が始まるらしい。いやー、やばいよ。逆に当たんない方が幸せだったみたいな話よく聞くもんね。あの、テレビとかでね、よく聞く。かつアメリカとかだとさ、何十億ってやつあるじゃん。あー、100億円みたいな。そうすると、はい、殺されるかもしれない。いや、ありうん、なんか手しびれてきたんだけど、マジで。あのね、豆ができそう。うん、うわ、あ、忘れた頃にやってくるのが丸尾くんだよ。丸尾くん癒されるな。あ、ダメだよ、ダメだよ。カス食うのよ。ダメだよ、についちゃう。まあまあ、いい匂いしないから食べないでしょ。そうなんだ、大丈夫。多分大丈夫。あ、ついちゃう、ついちゃう。機嫌についちゃってるけど。あああああ、マスオパワーで当ててくれ。マルオパワーいきます。あ、いい。マルオパワー。マルオパワー。え、嘘。マルオパワー。え、本当に。お、じゃーん、7つ集めるとドラゴンボールが叶うんだって感じで。3000円。よかった、マルオパワー。やばい、すげー。がいいよね。うん、うわー、いや、来てる来てるわ。乗りたいわ、そのマルオパワーに。マルオパワー。お、200円、すごいじゃん。いいね、いい流れだ。実家の近くの、うん、なんか地元のね、宝くじ売り場から、うん、何億っつったかな、5億7億、結構日本の最高額みたいのが何年か前に出たらしいんだよ。え、新潟で、うん、え、で、なんかしらで、漏れちゃったっぽくて、あの家が当てたっぽいみたいな。うちの母親から聞いたんだけど、うんうんうん、その人ね、あの、引っ越して消えたって。だからやっぱりなんかでバレてっちゃって、やっぱローカルの、ね、そのネットワークで、すごいから。ここだけの話、あの家、もう当てたらしいわ。そしたらなんか、いきなり親戚増えてきて、そう。プルプルプル、なんか当てたらしいね。
今までよくしたからねみたいので、お金貸してくれとかね、余裕みたいな、そう。いやー、怖いなはい、じゃあ50万すぐ寄付した方がいいね。うん、寄付した方がいい、世のために。あ、200円当たった。でもこう考えてる時が楽しくない？3億円当たったら何買おうかなって。夢を買うんですわ。俺ね、もう別に当たっても当たんなくても最近買いたいものあるから。そうなんですか？洗濯機。あのね、家の洗濯機壊れちゃって3億もいらねー。3億もいらないんだよ。でもね、脱水ができないんだよ今。やばいな、それは臭い。ガチでやばいんだよ。おお、やりましたー。イエーイ、7つということで3000円。1万円以上は返ってるぞ。返ってきてるね。しかし、違いと、しかし10万円かかっているからね。ブーンブーンベジータが、ベジータが、ベジータが足がもう完全に痺れちまった。やばい、やばい、僕がぐちゃぐちゃになってんだけど。いや、松尾さんがそのあああああ足んねえなー。あ、でももう終わりそうだよ。もう数少ないよ、ね、奇跡起こそうよ、起こそうよ。だってやっぱ当たったらすごいいい動画だよこれ。そうだよ、うん、よく俺の動画のコメント欄とかツイッターに、マスオさん、ヒカキンさんにマイクラ更新するように言ってくださいって言ってるんだけど。いや本当にね、マイクラは1日空いてれば、うん、撮影編集全部できるじゃん。確かに6時間ぐらいなんだよね。いや、かかるよ、あれは。うん、それでだから、毎日予定が入ってるから、あいつやんの。だから寝不足する以外でもう残されてなくて、ただそれやってるとちょっとね、寝不足するとね、もうやっぱりね、体がだんだんもうね、そうなんだよ、無理できない体になってきてますから。だから本当に一日空いてればできるんだけど、一日が空かないっていう。じゃあ一日空く日を皆さん楽しみにしていってください。そう、あとはヒカキン TV もあるからね。あ、一日空いてなきゃ作れないからね、ヒカキン TV も。大変だ。そうだから、まあ欲張りすぎましたよね、いろいろね、いろんなことやってるから。歌歌ってマイクラやってっからね。歌歌ってマイクラやってテレビ CM 出て、ハズレを入れてる。あぶないね、そりゃ忙しいわ。歌歌ってマイクラはちょっとね、ヒカキンが4人ぐらいいたら出せそうだね。そうだから、たまにそれ思うよね、10人ぐらい自分いたらなって思う。あと15枚です。40分で削れんだねこれ。ねえ、早っ。そしてそんなにまだ大当たりを見ていないという、ここから奇跡が起きるとかかと。いそう、ファイナルフラッシュ、ビッグバーアタック、フュージョン、はっやつは伝説のサイヤ人だと。カカロットのこと、ブロリン。あと2枚です。あと2枚です。やばいよ。いきましょう。じゃあまず、まず1枚目。ふっ、おっ、マスオ来てるよ、来てる。ちょっと待って、見て見て、あっ、あっ、あ、マスオにかけるぜ。もうほら、一列全部 Z だ。全部 Z 頼むよ。来るか、かかると2列。あああああああ、外れた。全部違うし。じゃあラストだね。ラスト1枚伝説だよこれ。出たら、出たら伝説。神動画出すか。50万。ああ、あー、それでーす。外れーす。マジか。宝くじの世界って厳しいね。厳しいね、宝くじは。ちょっと数えますか。数えましょう。あった。いや、集計結果が出ました。いや、当たりましたね。当たりすぎたな。今回ですね、まあ1枚200円のくじを500枚、500枚買って10万円で買って当たった金額は、わーおー、21,100円。21,100円。ということは78,900円失いました。まあでもその金額失ったけど、俺らは今夢を見れて。
そうだね、なんかね、中盤から後半に入るまでぐらいはなんかね、ワクワクしてんだよ。そう、当たるかもしれないな、当たるかもしれないなと思ってる。だいぶもう最後の方になってきたらちょっとテンション下がってきたんだよ。あ、これ無理だ当たんないわって思って最後削っちゃったね。まあでもこういう人が大半がゆえに、うん、すごい人が現れるんだよね。そうだよ、1枚買っただけなのにどうしよう、どうしよう、当たっちゃった、ね、当たっちゃったっていう夢がね、あるのはこういう外れた人のおかげなわけだ。そうですよ、貢献してんだ夢が、夢を作ってるんだ、夢作るためにこれ外れたんだ、うん、外れてんだ、いいことをした気分だはい、というわけでいっぱい買いすぎるのは危険だよ、ご注意ください。もう削りかすとね、あの袋となんかね、外れたね、くじのね、ぐちゃぐちゃ、残骸がぐちゃぐちゃ、やばいわ、やばいわこれ、ね、漫画家の机みたいになってる、夢の跡ですはい、というわけで、もしよければグッドボタン、評価ぜひぜひお願いしますそしてこのヒカキン TV、 マスオ TV のチャンネル登録ぜひぜひお待ちしてます最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ、最初はブンブンじゃんけん、あ、なんだお知らせしてね、そうだそうだ、じゃんけんタイム、いくぞカカロット、いくぞベジータ、最初はブンブンじゃんけんパーバイバイ足が超しびれてる、助けてくれマルオ、足しびれすぎて動けないよ、もうここ助けて、何これ家で何やってるんすか、多分もう血液がドロドロなのかもしんない足がすぐしびれんだ、ベジータが弱いベジータになっちゃった、ウケる、ダーラク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 